はい、ではこちらの論文について直川技術科学大学の角倍流星が説明させていただきます。まずこちらの論文なんですけども、まあ、目的は、ヒンディー語の複雑な文 を、まあ、複数の、まあ、簡単な文に分けて、まあ、簡略化するということを目的としています。でこれ提案されているのは、まあ、ヒンディー語の文章を、まあ、簡略化するための、まあ、規則に、まあ、あるルールに基づいて、まあ、それを、まあ、複数の文章に分けて簡略化するということをしています。まあ、このように、まあ、ヒンディー語で、まあ、ヒンディー語の文章を簡略化するという試みはこの論文が初めてだそうです。で、まあ、ここで言っている、まあ、複雑の文章というものは、まあ上の方で、まあ、論文で述べられているように、まあ、複数の句を持って、まあ、それを複数のこれらの句が、まあ、接合くっついているものであったり、まあ、文章の長さが、まあ、長ければなるほど、まあ、複雑さにつながるので、まあまあ、複数の句がくっついているのと、まあ、文章の長さというものが、まあ、複雑な文章と言えることに言えます。まあ、大きく分けると、まあ、語彙の複雑さと、まあ、構文の複雑さというふうになっています。でこの論文で、まあ、文の複雑さの基準というものを設けていまして、まあ、文章の長さが、まあ、語より大きいというものと、あと文章の中に現れてくる、まあ、動詞の数が1より多い、あと文中の接字が、まあ、0より大きいというこの3つの基準で、まあ、その文の複雑さというものを解釈しています。まあ、具体的にはその3つの基準があるかないかで、まあ、まあ全てある場合は、まあ、もちろん、まあ、難しい、まあ、複雑な文章というふうになっているんですけども、まあ、文章の長さが、まあ、5より大きくて、まあ、句の接合があるけども、動詞が1個以上、1個よりも大きくない場合であっても複雑な文章、あとは、まあ、文章の長さが5より大きくて、まあ、動詞の数が1より大きい、まあ、けども句の接合がないっていう場合も、まあ、この3つのパターンが、まあ、複雑な文章というふうに捉えています。で、まあ、先ほどあるルールに従って、まあ、文を平易化、まあ、簡略化すると述べたんですけども、まあ、そこで利用するのが、まあ、言語資源の、まあ、こちらの2つとなっておりまして、まあ、複雑な文章を、まあ、単純化する、まあ、ために、まあまず長すぎると、まあ、それだけでも複雑なので、まずそれを分割するために、まあ、接続詞に着目して、まあ、簡単な文章のに、まあ、2つなりに分けるということをします。まあ、そこで、まあ、文章を分けた時に、まあ、その文章内で、まあ、足りない、まあ、各要素であったり、まあ、そういうものを、まあ、補うために、まあ、動詞フレームというものを用いていまして、まあ、この動詞フレームというものは、まあ、各要素がその動詞に対して、まあ、必要であるかであったり、まあ、どのような、まあ、ものが来るのか、まあ、動詞の右に来るのか左に来るのかっていう、まあ、情報が持っているのが、まあ、動詞フレームになっています。まあ文章を単純化するためのアルゴリズムなんですけども、まあ、大きくこの2つの段階がありまして、まあ、まず、まあ、浅い、まあ、構文解析器で、まあ複雑な文章を入力することで、まあ、その複雑な文章 の、まあ、その構造表現というものを取得します。でここで得られた、まあ、解析結果を、まあ、次の段階に、まあ、移行しまして、まあ、先ほど述べたその接続詞であったり、まあ動詞フレームの、まあそれらに基づ、まあ着目して、まあ文の単純化というものをします。まあ、大きく、まあシステムの流れとしてはこのようになっていて、まあ、まず、まあ第一段階で、まあこう、まあ構文の解析を行って、で次にその、まあ接続詞で、まあ短い文章に分割して、でまあ、あとは、
まあ、動詞フレームで、まあ、その文章の、まあ、形を整えるといったような形になります。で、まあ、先ほど述べたんですけども、まあ、接続詞でまあ分割する、まあ、2つのまあ独立した接をくっつけているまあ接続詞というものを特定して、まあ、そこでまあ文章を分割しています。で、次にまあその動詞フレームでまあ簡略化するんですけども、まあ、その必要な、必要なのに、動詞にとって必要な核要素が、その核要素が必須であるのに、まあ、それが欠けている場合とかを、まあ分割した前の文章から引っ張ってきて、まあ、それを補うであったり、そういうことをしています。まあ、こちらの論文で、まあ、評価に使われているのは、まあ、まず評価の基準としては、まあ、可読性、まあ、可読性というのは、まあ、その文章の適切さであったり、まあ、流暢さで、あとは、まあ、簡略化、まあ、どれだけ簡単になっているかというのを2点で、まあ、評価をしています。まあ、評価方法としましては、まあ、自動評価と、まあ、人での評価をしていまして、まあ、まあ、評価する文章は、まあ、ヒンディゴンツリーバンクというものから、まあ、抽出した、まあ、ランダムに抽出した100文に対して行っています。まず自動評価なんですけども、まあ、ブルーを計算しているんですけども、まず、こちらの表にある、まあ、ターゲットが、まあ、元々、複雑な文章、まあ、入力する文章で、まあ、リファレンスが、まあ、その、まあ、より簡単、まあ、まあ、人手で、まあ、書かれた、まあ、簡単な文章で、まあ、ソースっていうものが、まあ、本手法で、まあ、得られる結果でして、まあ、こちらの結果から分かるように、まあ、本手法で、まあ、得られたものと、まあ、参照文と、まあ、その原文との比較を行うと、まあ、その、必要結果が、まあ、その、原文よりも、まあ、参照文に近いということが分かり、まあ、その今回、この手法によって、まあ、得られた文章っていうものは、まあ、簡略化されているというふうに、まあ、筆者は述べていました。で、次に、まあ、人手の評価なんですけども、まあ、先ほどの100文の中から、まあ、ランダムに20文を抽出して、まあ、その20文に対して評価を行っています。まあ、評価者は、まあ、言語の基礎を習得した、まあ、3名が行っているようで、まあ、その評価方法は、まあ、先ほど述べたその可読性と、まあ、簡略化を、まあ、0から3の、まあ、4段階で評価しています。まあ、その、まあ、3人の、まあ、評価の、まあ、平均が、まあ、可読性が 1.85 で、簡略化が、まあ、2.07 という結果になっています。で、まあ、今回の手法で、まあ実際に、まあ、100分入力して、まあ、得られる結果、まあ、正しく、まあ簡略されて、まあ、得られたのが61文で、まあ、未処理、まあ、23文がもともと平易な文章で、まあ、簡略できなかったものが、まあ、16文ありまして、まあ、その中では、まあ、複雑な、まあ、述語構造によって、まあ、未処理、まあ、処理することができなかった、まあ、複雑な、述語構造っていうのは、まあ動詞名詞プラス動詞の組み合わせで出てきて、まあ、それは、まあ、他の、言語でも、まあ、英語とかでも、まあ、そういうことが行われているんですけども、まあ、そういうのは、まあ基本的に解析するのが難しいので、まあ、ここでは触れていません。また、最初に、処理する段階の、まあ、第一段階で、まあ、その、入力された文章の、まあ、構造を理解するために、まあ、理解しているんですけども、まあ、そこでの、まあ構文解析のミス、解析誤りっていうものが7分ありました。で、まあ、システムの、まあ、入出力の例なんですけども、まあ、こちらのようになっています。はい、以上で終わります。